はいどうも、インディキマジシャン、テルシカタでございます。どうぞよろしくお願いいたします。おえー、今日マジックありますよ。さあ、今回は香川県の県庁を使ったマジックでございますよ。おえー、香川県の県庁は高松でございますが、高松ではございません。こちら、香川県の県庁はおとどぎすでございますよ。おえーおえー、香川県の県庁ホトトキスでございますよ。んんホトトキス中野なら、んえい消してしまえホトトキス、何もない。おえー、また出てくれよ。おえー、ホトトキスって。おえー、ホトトキス中野なら消してしまえホトトキス。おえー、いかがでございましたか。ホトトギスが消えるマジックでございますよ。おえー、香川県の 県庁はホトトギスでございますね。ホームページによると、古くから歌や詩に多く読まれている鳥で、香川県内に広く生息しよく知られているそうですね。おえー、夏の、渡り鳥であるが、香川県でよく繁殖するらしいでございますね。おえー、今回使った道具は、おえー、皆さん大好きな DP グループでございますよ。 DP グループのおえー、H シリーズでございますね。大きな金属シリーズでございますが、消える鳥かごでございますね。4708円でございます、こちらの商品。おーえー、ただいま品切れ中でございますね。ウェー、多分みんな買わないんでしょうね、こういうマジックはね。ウェー、これも廃盤ですが、これまた違うやつですよ。これ何の変哲もね、布地でから、ウェーアピアリングするぜ。ウェー、鳥かごが、ウェー、ホトトギスのメスだぜ。ウェー、さあ皆様、コメント、チャンネル登録よろしくお願いしますよ。ウェー、それでは皆さん、さよなら、またね、バイバーイ。